やばくないですか。いけたくなっちゃうんだよ。もう超いけてます。めちゃくちゃやばいよ。まあ俺にかなうやつは日本全国どこ探しちゃっていないよ。もういけないからいけます。先ほどあまりに興奮して言い忘れましたが、これはハンギングヘルコニアっていうヘルコニアの一種です。まあね、こう垂れてるのがねすごい特徴なんですけど、だからこれならセクシーピンクって言って、なんですか、なんですか、なんだよ。OK?OK? たく興奮しすぎてカメラも興奮しちゃったの。これのどこまで話したんだっけ。これのセクシーピンクっていうのがあって、もうそれはピンクなんですよね。じゃあ早速いってみます。でまあこれはね垂れるから、こう垂れるのをこう利用していけなきゃいけないんですよね。逆らってもしょうがないんで、まあ、今日は真正面に行こうか。で位置的にはね、この器からちょこっとだけこう先っぽが下がるぐらいがかっこいいんです。覚えておいてください。はい、次にこのグリーンアローっていうアンスリウムの葉っぱを入れていきます。これも珍しいです。はい、次にこの赤乳菜を入れていきます。ちょっとホチキスで止めてループにしていきましょう。乳菜卵とか普通に刺すときはこういうふうに下をこういうふうにカットしてフォームに刺していくと刺しやすいです。こうしないと全然刺さなくてフォームのダメージが大きくなるから気をつけましょう。はい、では次にこのカラーを入れていきます。はい、こういった感じです。これ超かっこいいぞ。今日手まりそうでファンデーションワークをしていこう。次にこのねベリーを入れます。これもちょっとこうファンデーションワークっぽく入れます。はい、ここで次の赤バラをね入れていきます。もうこれも色を添える感じでいきましょう。で最後にこのリンドウでねちょっとブルーを入れていきます。だけどこれ長く伸ばすとちょっとフォルムが崩れるので、こうリンドウってこう節でねこういう風に手で簡単に折れますから、これで色を添えていきましょう。はい、こちらで完成です。正面から見てみよう。はい、
い、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。もうまさに今日はこのヘルコニアに尽きると思います。こう変わった素材とか魅力のある素材ってこういけたいって思うんですよ。ただこうシナモン、同じシナモンでも例えばね、そんなに珍しくなくてもいいんですよね。例えば赤バラとかでもこうすごく品物がいい赤バラは本当にいけたいと思いますけど、もう本当にこう水がすぐ下がっちゃいそうな赤バラとかだと、そういう、まあ、気が起きないっていうわけじゃないですけど、やっぱりその植物の持ってる魅力っていうのはやっぱり半減以下に、半減以下じゃなくて半分以下になっちゃいますよね。ですからやっぱりこのお花の持つ魅力っていうのは大事だと思います。このイケテにとってもね、なのでぜひね、そういう品物を見分ける目っていうのも見極めてほしいと思いますね。はい、今日はこれでレッスンを終わりにしたいと思います。また次回超珍しいものを持ってくるかもしれませんし、ちょっと分かんないですけどね。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 実際のところ皆さんどう思いますか。僕ね、本当にこういうの好きなんですよ。だからこうすごくいけたいと思っちゃうんですけど、なんかもうやっぱこういう変わった素材とかいい品物が好きって人は今回高評価をしてみてください。よろしくお願いします。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。ではまた。